こんにちは、釈迦太郎です。テレビを見てたらおばちゃんが食べる飴にちゃんをつけてたんです。飴ちゃん食べたら美味しいよ、この飴ちゃん。飴さんじゃいけんの？飴くんじゃ。確かに飴ちゃんがしっくりくるみたいでございます。今日ご紹介するのは、そんなちゃんくんさんを考えさせられる車でございます。こちらです。牽引免許を取る時の直線バッグで預ったよ。動物運搬車初回特別カラーでございます。見てください。これ荷台にクマが乗っております。クマです。クマはプーさんがいるだけに、クマさん、ゾウはどうかと。キリンさんも好きです。でもゾウさんがもっと好きです。ゾウはゾウさん、もっと深く考えてみたいと思います。ちゃんくんさんなんか同じやから、この目くそ鼻くそやろ。なら目くそ鼻くそはどうやねん。私的に鼻くそは絶対鼻くそくんだと。まあ、目くそはちょっと可愛らしいからちゃんで、目くそちゃん。耳くそは湿ったさんとか乾いたさんがおるので耳くそさんでいいんじゃないかなと。だったらですよ、うんちとしっこはどうなんか。しっこちゃん、しっこくん、うんこくん、うんちちゃん。私的にはうんちんくんと。しっことうんち、どちらがお好き？